あなたはその言葉通りギールを打ち果たしました。でもその代償に勇者様は命を落とされてしまったのです。ああ、そういうことか。じゃあ、ここは天国かい？いいえ、違いますよ。よく周りをご覧ください。あなたの勇気に免じて神様が特別に5日間だけ再び命を授けてくださいました。では悔いなき5日間を。いざとなったら差し違えてでも魔王ギールは必ず俺が倒す。俺たちの手で必ずこの戦乱にピリオドを打とう。全ての人を幸せにするなんて神様にもきっと無理ですよ。だからがっかりしないで。あなたのおかげで魔王の脅威は去りました。ですが今も未来に希望を持てない人が大勢います。勝者は誰だったのか。この町の繁栄を見るとわからなくなるのですよ。貴様にしかできぬことがいくつもあるはずだ。目を覚ましてくださいませ、勇者様。